戦前はアメリカ海軍、イギリス海軍に次ぐ世界第3位の規模を誇った日本海軍にとって、太平洋戦争当時の主力艦が何かと問われれば、戦艦や航空母艦といった大型艦艇がイメージされるのではないでしょうか。ところが、戦艦や航空母艦は開戦後、アメリカ軍の攻撃を受けて次々と沈められていったのはご承知のことでしょう。そして、大型艦を失った太平洋戦争末期の日本海軍の主力艦艇はどうなったのでしょうか。もちろん、大型艦はすでにその大部がなくなっている上、時代は航空機が主戦力となっていたため、戦艦や巡洋艦が主力艦艇というわけではありません。航空母艦にしても日本海軍ではアメリカ海軍と異なり、搭載する航空機やその搭乗員を満足に確保することもできず、アメリカ海軍空母に戦闘を望める母艦航空隊の編成など夢のまた夢になっていましたから、航空母艦が日本海軍の主力ともなり得ませんでした。加えて前言洋撃作戦の中で第2の主力部隊ともなり得、太平洋戦争中盤頃までは活躍できた水雷戦隊にしても、末期になれば航空優勢を失った中では活動することさえも困難になっていました。そんな末期の日本海軍の中で、終戦までの期間に最も活躍した艦艇は一体何だったのでしょうか。その答えは海防艦でした。海防艦は日本の周辺海域のどこかで毎日のように活動を続けていましたので、日本海軍の最後の主力艦と言っても過言ではないでしょう。今回は日本海軍の最後を支え、文字通り日本海軍の消滅までの期間、主力艦として日本の海を守った海防艦についてご紹介します。日本海軍も認めていたシーレーン保護の重要性。戦艦や航空母艦、巡洋艦、駆逐艦といった水上艦艇についてはよく耳にするかもしれませんが、海防艦という艦種はあまり知られていないかもしれません。海防艦とは基準排水量が1000トンにも満たないような小型の戦闘艦艇です。主砲も太平洋戦争中の日本海軍の主力攻殻砲であった 12.7 センチ攻殻砲ではなく、さらに小型の45口径12センチ単装攻殻砲でした。実は日本海軍は太平洋戦争の開戦前のシミュレーションで、将来の戦争では通商路を保護するために大量の護衛艦艇を整備しなければならないという結論を得ていました。艦隊決戦を重視しすぎたばかりにシーレーンの護衛を軽視し、結果的に日本の生命線ともいえる南方資源地帯と日本本土を結ぶシーレーンの保護に失敗してしまった日本海軍の実情を知る後世の私たちからすると意外に思われるかもしれません。しかし開戦前の日本という国の国力では、戦艦や航空母艦などの艦隊決戦向けの艦船の整備で精一杯で、シーレーンを保護するための護衛艦艇の建造に資材や人材を投じる余裕がありませんでした。それでもシーレーン保護の必要性を認める日本海軍としては、そのまま座して見ているわけにもいきません。新規に護衛を行うための対戦艦の建造ができないなら、旧式化した駆逐艦や掃海艇などの小型艦艇を通商路護衛用の艦艇に転用することでシーレーンを護衛する方針を打ち立てていました。新たに計画された海防艦、新規にシーレーンの護衛艦艇を建造する余裕のない日本海軍でしたが、太平洋戦争の直前になり、ようやく北方海域の警備を主目的として事務所型海防艦の4隻が建造されることになりました。日本海軍としては事務所型海防艦を今後建造するシーレーン保護用の護衛艦艇のプロトタイプとしたかった思惑があったようです。ところが事務所型海防艦は荒れた北方海域で運用することをメインに建造された経緯もあり、小型であったにもかかわらず複雑で凝った作りをしており、工数が多く量産性が低い上、対潜作戦を行うために欠かせないソナーさえも装備していませんでした。そして太平洋戦争が始まりました。太平洋戦争が始まると、戦前の想定通りシーレーンの護衛のために大量の護衛艦艇が必要となることが改めて明確になりました。戦前のように旧式化した艦艇を流用して護衛任務に当たらせるのでは到底間に合わないことも判明しました。そのため戦時補充計画では330隻もの護衛艦の整備が計画されました。事務所型海防艦は量産性が低く大量生産に向いていなかったため、昭和16年度計画で国後型海防艦の設計を簡略化した量産型工業海防艦である小倉型海防艦、
ルクル型解剖艦の建造が始まっていました。しかしながら必要数を満たすことは不可能でした。特に問題とされたのがルクル型解剖艦のエンジンで、ディーゼルの時の製造能力が不足していたのでした。この問題を解決するために製造能力の高い850馬力の23号8型オツディーゼルエンジンを2基搭載する A 型解剖艦の建造が計画されました。23号8型オツディーゼルエンジンにすることで速力が低下しましたが、それでも生産計画を満たすことは不可能でした。そこで生産体制の整っていた A 型戦時標準船の蒸気タービンエンジンがちょうど A 型のそれとほぼ同型だったので、エンジンをこちらに換装した D 型解剖艦も計画されました。燃費の良いディーゼルエンジンと比べ、燃料消費量の多い蒸気タービンエンジンを搭載した D 型解剖艦は、艦体のサイズは変わりがなかったので、燃料を多く搭載しても限界があり、航続距離が A 型解剖艦の6500海里から4500海里へと低下してしまいました。速力はディーゼルエンジン2機で1900馬力の兵型解剖艦で 16.51 ノット、2500馬力の蒸気タービンを搭載した低型解剖艦で 17.5 ノットと艦隊型駆逐艦の半分程度しか出せませんでした。エンジンに違いはあれど、兵型解剖艦も低型解剖艦も基本的にウクル型解剖艦の簡易縮小版でした。しかも量産性を高めるために徹底的に簡易化が図られました。曲線を極力なくし、煙突も円筒から六角柱になりました。艦内隔壁の数も減らされました。手法は対空戦闘を重視し、45口径12センチ単装甲隔砲を前後に1門ずつ搭載しました。基準排水量750トン未満で、全長70メートルに満たない小型艦でしたが、護衛艦艇たるべくセンサー類はかなり充実していました。22号電単1機、93式水中超音機1機、93式水中探針機1機を搭載しており、対空警戒、対水上警戒、対潜警戒のいずれも充実していました。水中探針機、すなわちアクティブソナーについては、太平洋戦争の直前でさえ日本海軍では一部の駆逐艦や駆船艇に装備していたに過ぎない状況でしたので、これを初めから搭載しているだけでもかなり画期的なことでした。なお93式水中探針機はさらに高性能な3式水中探針機に後ほど変更されています。対潜兵装については、太平洋戦争での戦訓を汲み取り、爆雷投下機上1機、3式爆雷投射機12機を搭載した上、爆雷庫から爆雷を効率的に送り出すために電動上げ爆雷装置を装備しました。爆雷の搭載数も戦前の対潜艦艇の一般的な数である36個を大幅に上回る120個とした上、単位時間あたりの爆雷投射数も増加しました。爆雷はドラム缶型から沈下速度の速い累積型とした3式1型爆雷が採用されました。これに加えて艦橋の全部に対潜前投射兵器として8センチ迫撃砲を装備し、対潜弾を発射できるようにしました。まとめ、今回は日本海軍を最後の日まで支え続けた兵型解剖艦、低型解剖艦についてお話ししました。量産性を高めただけあって、低型解剖艦は53隻、低型解剖艦は63隻完成しました。艦名は数字が当てられ、低型解剖艦が奇数番号、低型解剖艦が偶数番号が付けられました。どちらも基準排水量745トンと大変小さな艦艇でしたが、対潜兵装はかなり充実していました。惜しむらくは欧米海軍のようにハンターキラー戦術を編み出せなかったことです。ハンターキラー戦術とは、対潜艦艇を2隻1組で運用し、1隻をハンター、つまり捜索に当たる艦、もう1隻をキラー、すなわち攻撃に当たる艦に分かれて潜水艦を追い詰める戦術です。潜水艦の探知に欠かせないソナーが艦の前方しか捜索できないため、このような戦術が生み出されたわけです。日本海軍はハンターキラー戦術を編み出せなかった上、解剖艦の8センチ対潜迫撃砲は発音弾しか発射できず、建造隻数に見合う乗員を確保するため、即成教育の士官や下士官兵に頼ったため、捜索兵器を使いこなすことすらできませんでした。この結果、日本海軍はアメリカ海軍潜水艦の超ローバックを防ぐことができず、シーレーンは破綻してしまったのでした。それだけでなく、本来潜水艦を狩るはずの解剖艦が反対に潜水艦に食われてしまい、
A 型、長型ともに半数近くを失ってしまいました。この事実は、解剖艦による船団護衛の必要性を理解し、解剖艦の量産には成功したものの、肝心の対潜戦術にまで手が届かなかった日本海軍の限界を表しているのかもしれません。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。